知床半島の携帯電話の基地局整備をめぐって地元の住民団体が太陽光パネルの設置に反対する4万8000筆の署名を斜里町長に提出しました知床半島では携帯電話の圏外を解消するため国などが新たな基地局を整備する計画を進めてきましたが太陽光パネルの設置について専門家から自然への影響を懸念する意見が相次ぎ 工事が見合わせとなっています斜里町の住民で作る知床の自然を愛する住民の会は環境が破壊され景観も損なわれるなどとして太陽光パネル設置に反対する署名およそ4万8000筆を集めてきょう町長に提出しました。 集まった署名は国や道などにも郵送で提出する予定です。